準決勝の出場を辞退しました。佐賀市の留国高校野球部の部室で21日午前、火災が発生しました。佐賀警察署の調べで、部員数人が部室で喫煙していたことが分かりました。これを受けて留国高校では、22日に部員およそ70人全員から事情を聞き、 全国高校野球佐賀大会の登録メンバー3人を含む5人が喫煙していた事実を突き止めましたこのことから龍谷高校は22日に記者会見を開き一連の事柄の陳謝と準決勝に勝ち残っていた全国高校野球選手権佐賀大会の事態を発表しました